フォークランド直居自治都市とは、設立前後にスコットランド国王からの直居によって自治権を認められたスコットランドの自治都市の一種である。1975年に法律で廃止されたが、この用語は未だ多くの旧直居自治都市で使用されている。ほとんどの直居自治都市は、君主の直居によるものか、もしくは男爵領自治都市などのような地方領主の 自治都市から格上げされた自治都市である。自治都市には個別の階級があったが、直居自治都市は元が王家の土地であること、そして直居が許した様々な特権によって外国貿易を独占し利益を上げた。各自治都市の重要文書である自治都市令は、それぞれの自治都市が以前に君主によって与えられた特権を確認するために発行された民事。 刑事裁判の広範な権限、スコットランド議会への発言権、現在の市議会議員と同じ役割であるベイリーを指名できた。スコットランド王国がイングランド王国と合併した1707年には、直居自治都市は70都市存在した。1832年改革法による腐敗選挙区の改革に続き、1833年直居自治都市法では、 それまで直居自治都市を支配していた市議会の選挙が改革され、現在のような議員選出方式が導入された。スコットランドにおいては、デイビッド一世の知性以前は、町は存在しておらず、最も近いと言えるものは、ダンケルドやセントアンドリュースのような大きな修道院や、重要な要塞などの周囲の人口の集中するところであった。ロージアン地方以外では、 散乱した集落がごく少数存在していたのみであり、それを除けば大陸風の核となる村はなかった。最古の自治都市は1124年までに設置されたベリックとロックスバラであり、1130年までにはスターリング、ダンファー・ムリン、パース、スクーン、エディンバラの5つの直居自治都市が新たに設置された。また、同年に行われたマレーの征服の結果として、 エルギンとホレスの二つの直居自治都市が設置されており、これらに加え、イゴ・デイビッド一世の市までに、セント・アンドリュース、モントローズ、アバディーンが直居自治都市となっている。直居自治都市には様々な特権が与えられたので、ここに簡単に説明する。市場使用量などの商業に関わる物事に、直居が許す範囲で税金をかける権利が与えられた。城塞、橋。 同の補修費用に充てるための課税を行う権利。しかし、課税するために王の直居が必要なため、ほとんど与えられることはなかった。自治都市が発展するに伴い発生する様々な問題を対処する条例を発行する権利。この条例は自治都市裁判所によって強制された。市場使用料などの免除、それらを有効に活用するギルドを結成する権利。 市民参加の合議組織はあったが、上述の特権のように、自治都市裁判所が自治都市内の特権を管理していた。自治都市の拡大複雑化に伴い条例の制定や、裁判が増大したため、14世紀に3次会組織と裁判所に分化した。ありがとうございます。